今回は特殊な足の鍛え方をして下半身の血流が爆上がりし、お腹も足も痩せたい人にぴったりなメニューになってます。男性も女性も30代から下半身の血流が悪くなって筋力が低下し、代謝が下がったり体を動かす機会が減ります。 ED、 尿漏れ、静脈瘤、内臓下垂や便秘、メタボリックシンドロール、いろいろなことが起きてきます。そうなる前に改善していきましょう。座った状態で足の裏を合わせましょう。膝を下に押す感じで内転筋を伸ばしていきます。膝を少し下に押さえる感じで伸ばしてください。余裕がある人はね、体を少し前に持ってってみて、まずね、今から使う筋肉ちゃんと動いてくれるように伸ばしていきましょう。日頃使ってない筋肉をね、今回は使っていきますので、しっかり伸ばしてからねやっていきます。今度は足を開いて手を後ろ、内ももを床につける感じで股関節周り伸ばしていきましょう。今回はね、ちょっと特別なランジを行います。ランジっていうのはね、足を縦に開いてスクワットするやつ。あれがね、普通のやり方すると太ももの前にしか効かないんだけど、今回はね、弱ってる内転筋やお尻、お尻でも横のね、お尻、ここ使っていきます。今度はね、体操座りをしたままでキープしてください。後ろに倒れないようにね、足の位置合わせてください。今回のランジはね、初級、中級、上級と3つに分けてます。かつね、3セットずつやっていきますんで、全部やったら結構いい運動ですよ。OK です。それでは立ってランジをやっていきます。ランジって普通足の幅これぐらいにするんですよね。ですが今回は一直線にします。そうすることでバランスが緩んで体幹が鍛えられて、お尻の横に効いて前側ばかりに効きにくくなって、後ろ足の内転筋がね、効かせられます。縦にしたら足幅このくらい、スマホ見ながらゆっくり降りたら、あ、これを各足5回3セットいきましょう。これが初級編です。ペース合わせていきましょう。スタート。1、2、お尻横効いてますか。3、4、5、反対足、足一直線、1、ここに効いてますか。2、3、4、5、はい、反対足、1、バランス取りにくい人はこうやって2、3、4、5、はい、反対足、1、2、3、4、5、あともう1セット。前もも効くよって人はね、しっかり一直線にしてみましょうね。1、2、3、4、5、5、OK、初級ラスト、まっすぐですよ、まっすぐ、1、2、3、体幹も効いてるよ、4、5、OK、 ちょっと足を振りましょう。ちょっとインターバルを置いて中級編です。中級編は足は一緒、このままここで1、2、3で上がる。これを5回、結構きついからこれは2セットね。いきますよ、バランス取って足一直線ね。スタート。1、2、3、2、2、3、3、2、3、OK、反対足、よし、1、
あともう1セットね。疲れてくるとね、足が広がっちゃうからしっかりまっすぐね。あと1、2、3、2、2、3、よく効いてるよ。3、2、3、よっしゃ、反対ラスト。もし気にかかったら足しっかりね、もうこっち側に持っていくぐらいの気持ちでまっすぐにして、よしラスト1、2、3、バランス取って2、2、3、3、2、3、よし、OK。 ちょっと足振りましょう。あともう一個上級編、今度足の幅をね、しっかり広げてください。これでね、足まっすぐ、後ろ足の膝をゆっくり下ろしたら上がる。これ5回、いきましょう。スタート。1、膝がね出ないように。2、足首を少し左、こっち。もも裏も効いてるよ。5、 OK。 反対足一直線でね、膝が出ないように後ろ足の膝を下ろすよ。スタート。1、2、3、4、5、 OK。 2セット目、ラストと終わりよ。本当に足をね、まっすぐ合わせてね、行うと、すごい内転筋効きますからね。もしスクワットとかしてね、足がすごい、前ばっかりつくよっていう人はね、これがね、一番いいと思います。あとスクワット系をしないとね、体を動かすのは足がね、体を動かしてくれますから、弱るとね、太っちゃう、本当に。よっしゃ、はい、足開いて、内側に倒しましょう。後にね、ちゃんとクールダウンしないと体がね、ストレスの取ったまま終わってしまうんで、またやらなくなりますからね。ちゃんとね、運動で上がったりって使った筋肉をね、クールダウンにちゃんと戻してあげるとね、体がリセットされますからね。 OK。 今度はね、足を組みましょう。これでできるだけ足を、ね、近づける。これでキープ。お尻をね、ちゃんとね、今日使ったんで伸ばしていきましょう。もし痛い人はね、足の位置で調整してください。たまにこうやって動かしてもいいですからね。お尻をこう今回鍛えられましたから、代謝も上がってますよ。 OK。 簡単に同じようにいきましょう。お尻を伸ばしてください。
今回使ったね、お尻の横、ここ鍛えられてくると骨盤がね、安定してきます。歩くときもね、効果的な姿勢でね、歩けてきますし、骨盤の持ち上がりもお尻がね、引っ張ってできたり、下半身の血流が上がったりね、基本尽くしですからね、毎日1回おすすめします。 OK、毎朝するのがおすすめですが、もちろん夜でもいいです。日々の習慣にすると代謝が毎日上がり続けますから、頑張って続けてください。やった人はコメントで教えてください。